リバプールのナンバーワン新戦力？遠藤を上回る選手はいない。リバプール加入当初は指揮官ユルゲン・クロップのスタイルに適応するのに苦労していたが、ここ最近のゲームで日本代表ミッドフィルダー遠藤航の評価は急上昇している。遠藤はアジアカップ参加のため日本代表へ合流するが、リバプール専門メディアエンパイア・オブ・ザ・コップは、遠藤不在が痛手になると取り上げている。遠藤はリバプールにとって、最も印象的な新戦力となった。早い段階でスティーブン・ジェラードと比較されていた。ショボスライよりもだ、ワールドカップで優勝した、アレクシス・マクアリスターよりも優れており、ライアン・グラフェンベルフよりもはるかに有能だ。今名前を挙げた選手たちは遠藤よりも、才能があるかもしれないが、遠藤を上回るパフォーマンスを見せた選手はいない。遠藤はシンプルながら素早くボールをパスし、メトロノームのようにリズムを刻んでいる。さらに彼はクレバーなポジショニングと積極的な守備から、何度もタックルとインターセプトを決めている。先日のニューカッスル戦でも、遠藤が頻繁にボールを奪い返しそこからシンプルに、トレント・アレクサンダー・アーノルドにパスを出していた。遠藤は自分の能力を理解しているため、彼のプレーには異語がない。モハメド・サラーほどではないだろうが、アジアカップに参戦する遠藤を恋しく思うことだろう。手のひら返し、ひどくね。手のひらくるくるすぎっと。ソボスライ、マクアリスターより評価上、偉いことやでこれは。もはや風格すら漂っていますよね、昔からいるみたいな。歯の噛み合わせのための、マウスピース1500万、使うだけあるよ。海外は上げ下げが激しいですね。マック怪我でクロップが無理にでも、遠藤使わなきゃいけない状況になったのは、ほんと幸運。最後の15分の出場だけなら未だに、適応できてないだろう。プレミア対応が順調すぎてちょっと怖いわ、持ち上げといて落とされそうで。遠藤マジですげーわ、しかも怪我しないし。めっちゃ手のひら返しであり、最高の賛辞。遠藤がサラーほどではないがと、比較対象として語られる日が来ると、誰が予想した？確かに潤滑油になって、今リバプールが主演にいる事実。ベタ褒めですね。はじめは散々な言われようだったのに。